のぷぷぷ。皆さん、こんばんは。まいです。よしです。ラリオスでチェリプです。さあ、9月14日、14日、チェリプのぷぷぷ始まりました。始まりました。この番組は休日のひとときあなたのチェリプでぷぷぷっと探す番組です。はい、今日のテーマは、揚げ揚げということで、このテーマについて一言お願いします。揚げ揚げのすき焼きとお寿司の2日間何ですか私のご飯、先週のこの2日間、先週2日間連続、お寿司とすき焼きだった。なんでそんなおめでたいかってんの？え？分からん、前がおるけんじゃない家に？そうあの、あんま揃わんじゃん、普通に揃うけんじゃない家族が。そういや、分からんけどいや、普通マユンチーとその生態系分かんないから分かんないけど、それはもういつも前がねいつも出ていくけんね、不良娘だけんうっそー、まあ前がおらんけん普通にそうで、みんなでじゃあ美味しいもの食べようぜって言って、まあ、みたいな、はーいって言って、はーいって言って寿司とすき焼きだったの。そうマユが好きなやつじゃん。うん、そうなの。いやでもアイドルを引退してそういう時間も増えましたということで、ね、いやもうね、もう飽きたまよ早っ、もうこの時間飽きたよ。もうちょっと暇で、うん、らしいですので、うん、じゃあ週に1回この刺激的な時間があるということで、今日も楽しんでいこうと思います。それでは皆さんも今日も最後までよろしくお願いします。8月末をもちましてチェリップアイドル引退をしたんですけれども、うん、チェリップのぷぷぷ、この番組は9月いっぱいまで放送をするということで、まあ一般人になったチェリップが放送しているわけですけれども、皆さんからね、そのアイドル時代、そしてラストライブのことについてメッセージをたくさんいただいているので、うん、あのコーナーとかせずね、いついつ皆さんと思い出を振り返っていくっていう放送を9月いっぱいはしていこうと思いますので、皆さん今週もよろしくお願いします。ツイッターハッシュタグチェリップのぷぷぷ、番組名そのままと連動しておりますので、うん、チェリップアイドルを引退して寂しいなって思っている、これを聞いているあなた、ぜひつぶやきながら、うん、全国のチームチェリップのみんなと一緒に聞いていただけると嬉しいです。それでは今日の1つ目よろしくお願いします。よし、ラジオネームをボードグラさんやサンキュー、ありがとう。イエーイ、まゆみよん元気か。お、元気だよ。サンキュー。ボードです、グラさんです、2つ合わせてボードグラさんです。わ、懐かしい、この感じ久しぶりのメールだぜ、イエーイ。さて、最後のライブしっかり目に焼き付けていただいたぜやば、これなんか伸ばしも多くて、さすがお前ら2人だな立派だったよ、本当立派だった、最高のライブだったぜ。いろいろ感謝の言葉は述べたいのだけれど、本当ありがとうな。まゆ、みおん、いや2人だけじゃないな、まゆママ、みおんママ、みおんパパ、みおん妹すげえ気持ちの良い人たちと出会えて、ん、ほんと感謝だよ、ありがとう。この先何をするにも体が資本だからね、とにかく元気に生きていこうぜ、幸多からんことを願っておる、ほんまありがとう。お前らのこと絶対忘れねえよ、だがな、このボードグラさんの名前、君らママたちも含めて名付け親だからな、親としてこの幸せも願ってくれよではバイバイWe are チェリップだって確かにそうだね、やばい、本当だった、パンチ強いわ、うん、パンチ強い、しかもなんか流し棒長すぎて、わけわからん。いやー、うん、でもこのボードグラさんはね、うん、もう私たちの好きな町田に住んでいて、その周辺のねバスの運転手をしているんだけど、超個人的なことだけど、いやめっちゃそうなんだよね、だから言ったら本当に忙しいしお仕事だから、その最後にその会った時に、多分俺は本当に忙しくて人手も足りてなくて、あと行けねえと思うけど、うん、本当にありがとうっていう風に、ね、固くで握手を交わして、そうなんだけどね、バイバイをしてたから、うん、その忙しい合間を縫って
て、うん、本当にあのラストライブ駆けつけてくれたの、ね、めちゃめちゃ嬉しかったし、うん、あの本当にそういう人めっちゃいると思うのよ。そうだよね、そんなね最後ちょっといけないかなって、うん、思ってたけど、うん、でもやっぱり何とかして行きたいっていう風に思ってギリギリで行くのを決めてくれた方っていうのはめちゃめちゃいると思うのよ、うん、でも本当にあのそういうあの無理やりにでもそして時間をね、うんうんうん、シンプルにつけて準備してきてくれた皆さんがあの見てよかったなって思えるライブを自分たちが引退する主役だからじゃなくて、ね、みんなに、うん、あのいいなって思ってもらえるライブを届けたいっていうのはいつもと変わらない思いで、うんあのやってたのでこういうメッセージが来るのね嬉しいなと思っておりまして、本当にいろんなメッセージをいただく中でお前ら幸せになれよとか幸せになれるよっていうメッセージが本当に多くって、うん多いねうんまあ、それも感動なんだけどみおたちも皆さんの幸せ本当に願ってるので、うん、みんな一緒に幸せになっていけたらなこれからの人生も思っておりますよ、うん、ありがとう。そして、アニメと野球を愛する米子人です。ありがとう。まいちゃんみおちゃんこんばんは。だぴょんこんばんは。だぴょん。8月31日夜越公会堂での引退ライブもちろん行きました。このライブを見ないと一生野心でも地獄に落ちても後悔するので会社に無理言って有給休暇をもらって本当に見に来た。ありがとう。開演前のバナイアナウンスから場内アナウンスか場内アナウンスからおゆうちゃんワールド全開だったね。午後4時に開演すると会場のボルテージは最高潮に達しました。一曲一曲魂がこもったライブでした。幕が折り切った瞬間まゆちゃんとみおんちゃんが泣き崩れたそうですね。いろんな思いが込み上げてきたとと思いますあれ込み上げてきたこととかことと思います。改めてまゆちゃんみおんちゃんそしてみおママパパママさん7年間お疲れ様でした。チェリップは永久に不滅です。だってありがとう。ありがとう。ありがとんとんや。本当に。なんか土曜日がどうしても仕事って人も中にはいらっしゃるわけよ。多いと思う。現地で休みだけ、うんうん。っていう人とかの顔もすごく会場で見れたから、うん、めちゃめちゃ嬉しかったし、うん、こうやってこの野球人みたいに都合をつけて。有給を取ってくれて。うんありがとう。来てくれた人っていうのがたくさんだと思うので、うんね、ありがたかったし、うんまあ、日帰りにできる時間にしましたとは言ったものの、そうだね、やっぱり現実的に考えてギリギリで怖かったりとか、うん、あの余韻を楽しみたいからって泊まってくれた人とかもいっぱいいると思うのよ。なんかやっぱり自分たちの地元にそうやって泊まってくれて最後ゆっくりしてくれるっていうのも、うん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 、あの県外の方とか特になんか嬉しいなと思ったし、うん今日の友達とかも関西から来てくれてたりとかして、で、やっぱり自分に対してそうやって時間とかさ、うん、お金をかけてもらえるって本当になかなかないことだからさ、うん、それこそみんな既婚者の方とか恋人を持っている人だったらまあちょっと想像してほしいけど自分にそんな、うん、じゃあここで今日どうしても来てほしいデートがあるので鳥取集合でとか言ってでちょっと帰れるか分からないからホテル取っといてくれるとか言ってそんなことではーいとか言って来てくれる彼氏彼女旦那、うん、嫁いますかって本当やね。本当にありがたいことだよ、うん、皆さんあの改めて本当にありがとう以外で何か表現できる言葉があればいいんだけど、うんだね、この言葉に尽きるから改めて本当にありがとう、うんで楽しかった、みんながこうやってメッセージを寄せてくれて、うん、あやってよかったなっていう風に改めて思うのでそうよ、ねうん、こうやって振り返る時間をくれてこれもありがとうだなと思っております、うん、また普通になんか自分の私生活のことでもいいからチリップ引退してからこういう生活ですっていうメッセージとかも逆に聞けたらなって思うのでうん、うん、大事よ送るのはなって思う方ハッシュタグでさっき言ったやつでつぶやいてくれたりとかほうれん草してくださいリプライもらえると嬉しいなと思っておりますので、うん、よろしくお願いします。よろしくチリップはね本当にいろいろと持っていてアイドル引退した後に、うん、テレビ全国放送 TBS 系列ですマジ笑った本当にびっくり。なんかチェリップ引退したのにまだチェリップ全然終わってねえなっていうのを改めてみんな感じて、うん、くれたと思うっていうのを、うん、表したぴったりな一曲がねチェリップにあると思いますので、ねうん、今日の一曲目はその曲を流していって、okay. そしてまあまあまあ眠い時間帯ですけれどもみんなでそれこそアゲアゲな気持ち悲しくならずねアゲアゲな気持ちになれるといいなと思っておりますので
この曲流していきたいと思います。それでは今日の1曲目です。チェリップでパーティーは終わらない。チェリップのプープープー。オッケー。さあ後半も皆さんからいただいているメッセージを読んでいきます。はい、ラジオネーム伊勢寺です。ありがとうございます。ありがとう。まゆさん、皆さんこんばんは。こんばんは。アイドルとしての秘書活動お疲れ様でした。Thank you。 31日のラストに行けなかったため、11日大阪ルイドでのツーマンが最後の拝見になりましたが、ライブだけではなくイエスハッピーさんやジュビリジュビーさんとのサイントークも見ていて楽しいひとときでした。うん、初めてお目にかかったのは2016年3月のタワレコヌーチャ屋町。ラジオでの楽しい喋りを繰り広げるお二方が目の前にいる。あの日の感激ぶり、その時のお二人の熱唱も昨日のことのように思い出されます。うん、関西での活動を増やされた後もご当地鳥取での活動を大切にされる姿勢はまさに模範的なアイドルですね。チリップは終わらない、これが何を表しているのかはそのうち分かってくるのかなと思いつつ、残りの放送を楽しみたいと思います。だってありがとう。ありがとう。Thank you。いやー、なんかこうよく考えると、うん、ピヨンとかは割とアクティブにそのアイドルを始める以前にもオタ活をするタイプだったから。そうだね。だからこう自分の好きなアイドルに会えるとか、うん、芸能人に会えるっていう気持ちを、うん、こうより田舎者だけども、うん、普通よりかは体感してきてると思うわけよ。そうだね。うん、でそのライブ前にすごいドキドキしたりとか、うん、要はあのよくファンレターを書くタイプだから、うん、ご存知の通り手紙を書くのにすごいあの気を使って何か失礼がないようにとかいう気持ちで書いたりとか、そうそう、でどうせなら読んでいて楽しいやつっていうか嬉しいやつを書きたいなって思ったりとか、うん、行く時もなんかこの人の番なんかちょっとダサいなじゃないけど、うん、って思われないようにちょっと小切れにして言っとこうかなとかっていう、なるほどね、いろんな思いをしてきたから。そうなのか。てかみんながそれこそ伊勢君が書いたみたいに、うん、ずっとラジオだとか、うん、YouTube で見ていた、うんうんうん、そのままっていうか、確かにね、それよりもいい姿をお届けしたいなって。ミオンたちはライブ確かに毎週あるけれども、うんうん、みんなが毎週来れるわけではないし、確かにね、その年にその1回しか来れないって人だったりとかっていうのはいると思うから、ねうん、だから本当に1回1回大事だなっていうのは思うし、みんながそれこそ遠くから来てくれた場合とか、うんうんうん、どういう気持ち、どういう時間やお金を使って来てくれているのかっていうのをすごく、ねうん、あの考えてたし、うん、あのライブを見るのとか CD を買うのもタダじゃないからさ、それね、やっぱりお金を、まあ、いただく立場なら、うん、ご当地だとかそれこそ地方でやってるだとか観覧無料とかそういうの関係なく、うん、いいやつを届けたいなっていうのはもう常に思っていたことなので、なんかそのなんか模範的なあのご当地アイドルだったみたいな感じでコメントをいただけると、うん、なんか自分たちがやってきたことはなんか間違ってなかったんだなっていうか、やってきてよかったなっていうふうに改めて思えるので、ね、嬉しいなと思いながら聞いておりました。うん、みんなすごい引退直前くらいからすごい上げてくれるんだからありがとう。もっとあの引退したけどもっと上げてくれてもいいのでよろしくお願いします。まあ、いくらでもやって待ってます。うん、Thank you。 ありがとう。そしてラジオネームひばこんです。ありがとう。サンキュー。まゆさま、みおんちゃん、スタッフの皆様、土曜日の夜はご機嫌でライト、ひばこんです。サンキュー。最後の東京遠征について書こうとしていたのですが、気がついたら引退の日が過ぎていました。3現場連続物販終わらない事件でしたね。確かにお疲れ様でした。それからありがとうございました。自分はといえばチリップさんとサワさんのおかげで大好きな海に行くことができました。ありがとうございます。偶然海で泳いでいたお相撲さんに声をかけられる、声をかけることもできたりしてすごくラッキーでした。お相撲さんいた、声かけたの。よかったね。ナンパしたのか。さてこのお便りを書いているのはアイドルを引退された次の日です。米子に行くことのなかった自分はみんなのツイッターを見ながらどんな様子だったのかを想像しています。カメラがたくさん入っていたということですが、最後のステージの DVD をできればブルーレイとかで作ってもらいたいな。多くの方が公会堂での余韻に
っておられる中、自分はチェリップロスになるのかななんて思っていましたが、マリ様の関係者ツイートのおかげで笑って一日を終えることができました。ありがとう。これからじわじわとチェリップロスがやってくるのでしょうけれども、どうにか頑張って乗り越えようと思います。自分にとっては出会って5年半の時間でしたけれども、長これまで本当にありがとうございました。これから新しい次の人生をお二人とも歩んでいってください。お二人の門出に長渕さんの乾杯を送りたいところですが、二人の結婚式みたいになっちゃうので、もし曲を実際にかけてしまう際には1番だけに留めておいてくださいところで1年後ぐらいにはお笑いでラジオを復帰されるのですかね。だって何言ってんねんあんたありがとう、ありがとう。いやでもなんか海に連れてってくれてみたいなの書いてるけど、ミヨンたちがしたらみんなが本当にいろんな場所に連れて行ってくれたなと思って、それはめちゃめちゃ思う。みんなあの県外から来た人はね、あやっぱりこういう風に行くんだな、なかなか遠いだって思った人だったりとか、うん、あ意外と近いなって思った人いろいろいると思うけど、ね、まあ、だから手段はあるんだけど、なかなかこうね出る機会がない県だと思うの、ね、うんうん、でミヨンたちも県外にそれこそどんどんあの出ていけるかって、普通の生活したら、うん、って考えたら普通の生活したら全然行けない土地にすごく行ったと思うから、そうだね、本当だよね、うん、思う。それはありがたいなと思いますな、うん、乾杯ってそんな結婚式向けの曲だったっけって思う。乾杯、君を好きでよかったってやつ。違うよそれ、違うな今日は人生の農家大きな大きなか二人になるか乾杯違い、うん、そうですか、全然違うじゃねえか。万歳かそれは、乾杯じゃない、万歳だわ。いやーでも本当にあれですよ、皆さんと会わないうちにもう結婚していたとかあったら、皆さん、うん、あの、うん、元ハニゴのカノリンじゃないですけれども、結婚記念パーティーみたいなのを開こうと思いますから。マジでマジでやべえな。アイドルたちを集めて主催ライブでもしようかと思います。いいねそれ、でも絶対楽しいよね。幸せでしかない。絶対楽しい、うん、みんなあの嫌がらずに来てもらえると、うんうん、そうだね。それはみんなが集まりやすいようにそれこそ関西とかでしようかって思うので、ちょうどいいとこでね、うん、そうそう、中止、鳥取と東京とかの中止にやるかなって思いますので、うん、ぜひ集まっていただいてお願いします、うん、よっしゃ、ありがとう。本当になんか愛のあるメッセージがたくさんで、なんかチェリップ本当に前も話したけど、もうまだ今週もライブが本当にありそうで、本当だよねマジで、うんうん、やば。でまた何かそれこそもう結婚とかするの関係なく集まる機会があったら、うん、みんなで素敵なパーティーやりたいなっていうふうに思いますので、うん、何かあった際には皆さんもぜひよろしくお願いします。やで、ではみんな悲しくならず今日の2曲目もアゲアゲで楽しいことを思い出してほしいなと思います、うん、今日の2曲目チェリップで It's Showtime。よし、さあそれではこの番組へまだまだ皆さんからのメッセージを募集しています、はい、メールは 798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878 です。そして番組中でも紹介した通り、チェリップのプププはツイッターのハッシュタグチェリップのプププ番組名そのままとも連動しておりますので、あ、なんかちょっと寂しいなと思ってくださっている方、まだまだみんなと騒ぎたいな、あげあげないと思っている方、うん、ぜひこのハッシュタグをつけて来週も番組を聞いていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは来週もこの時間皆さんとお会いできることを楽しみにしながら、うん、今日はこの辺で寝ようかなと思っております、はい、せーの、おやすみなさい。まえです。みのんです。とりわせでチェリップでした。バイバーイ。